おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。まあ僕はこのね、サラバン時代よりではいつもね、なんかこう今心に強くね、皆さんに訴えたいことをね、ユンタクするんですけれども、今日はですね、どうしてもこれ話したいなと思ったことがございます。それはね、僕のね、今日朝ね、行ってきた仕事で、仕事の関係でね、とある現場で毎朝っていうか、その現場に行った時はいつもね、子供たちの小学生のですね、登校にお付き合いする、挨拶おじさんみたいなね、そういうね、時間があるんですけれども、楽しいんですよね、仕事なんですけれどもね、子供たちのね、登校してくる子供たちに挨拶するというのはね、もうとっても楽しいです。子供たちの中には、とってもこの元気にね、おはようございますってね、返してくる子供もいます。中にはね、本当にいつもいつもありがとうございますって、僕いつもいるわけじゃないんですけれどもね、多分先生にそういう風に言うようにってね、指導されてるんでしょうね。とっても元気にね、挨拶を返す丁寧な子供たちもいればね、もう思春期というか、小学校5、6年になったらなかなかね、挨拶を返すのが恥ずかしいような顔をしている子供たちもいます。でも、そういう子供たちね、全部ね、全部ひっくるめて、もう僕は楽しいです。もう子供たちといるとね、ちょっとぐらいね、朝元気がない時も、元気をもらうんですよ。これは不思議ですよ。子供たちは本当に不思議なエネルギー、元気玉を持ってるなというふうに思います。僕のね、子供の頃のね、ちょっとね、今考えたら問題になりそうなね、エピソードがございまして、それはね、僕がおそらく小学校もう5、6年ぐらいの頃の話なんですけれども、学校の帰り、下校時の話なんですけれども、学校の帰り、バス停に、みんなで並んでいて、お家に帰ろうと思ってたんでしょうね。で、バス停に並んでいたらですね、路線バスがやってきました。で、その路線バスはね、まだ僕らがですね、乗り込むような路線じゃなかったんですね。だから僕らはその路線バスには乗らずに、そのバス停にそのまま待機ということになったんですけれども、するとですね、そのね、バスが動き出したと同時にですね、とあるね、同級生が、その路線バスの後ろにですよ、後ろに、バスに乗り込んだわけじゃないですよ。そのバスの後ろにしがみついてですね、乗っていったんですよ。どこまでね、このしがみついて乗ったのかはわかりませんが、今考えたらこれ大問題だなぁというのは思うんですよね。でも不思議なのはですね、あの光景を見ていて、大問題にした親とかね、が、いなかった気がするんですよ。そういう、ちょっとしたいたずらっていうのは普通とは言いませんけれども、あった気がします。そういうやんちゃをするような子供たちとかね、やんちゃをしたりとか。だからね、本当に、僕は糸満のね、いわゆる、僕の生まれで言うと、バブルのね、時代ぐらいの時の、ね、話ですけれども、今考えると、なんとなく本当に昭和のね、初期ぐらいのですね、昭和初期にね、路線バスが通ってるか分かりませんが、とにかくそのぐらい田舎のね、なんかこうエピソードだなっていうね、こうちょっとこう、モノクロのように覚えてるんですよね。でもそういうことがね、ありましたよね。子供たちがね、バスの後ろにしがみついてもですね、大問題にならなかったんですよね。僕らの当時の糸満ではね、そういうことがありました。そんなやんちゃを知るということは言わないですよ、子供たちにね。やっちゃダメですよ。ね、ダメですけれども、とにかくね、僕もね、考えてみたら、今の子供たちを見てね、この子供たちは、もう、希望だなと、希望の星だなというふうに思うんですよね。それと同じようにですね、僕らも小さな頃はですね、誰かのね、希望の星だったんだと思うんですよ。なのでね、やっぱり、子供たちを見て、希望の星だなと感じるように、きっと僕らもね、ちっちゃい頃は誰かに、もしかしたら親御さんのね、地域にとっての希望の星だったと思うんです。のでね、もっとね、なんかこうお互いにね、誇りを持ってね、なんかこうみんなで思い合って生きていけたらとかね、いや、自分に卑下することなくね、生きていけたら、もっともっと楽しい、なんかこう、働き方とか、暮らしとか、気持ちとかになれるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。とにかく子供たちを見たらね、元気になります。皆さんもね、朝、
ちょっとね、車でもしかしたら仕事に向かう方もですね、ふとね、見てください、子供たち。もう本当にね、可愛いですよ。本当に。元気になりますよ。はい。ということで、僕も今日もね、元気をもらっての、元気を、いただきましたのでね、サラバンジ頑張っていきます。はい。今日も一日、サラバンジ！